はい、では今日のレアイズインタビューは HBSM 情報交流会代表の宮坂啓太さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。はい、こちらこそどうぞよろしくお願いします。はい、まずですね、じゃあ早速質問させていただきたいんですけれども、はい、今お持ちの夢ビジョンというのをお話しいただけますでしょうか。そうですね、ご縁ありまして2015年から HBSM 情報交流会という、まあ、兵庫県の異業種交流会を、はい、主催をさせていただいております。はい、で、まあ、本業とは別でですね、活動しておりますので、はい、まあ、とにかく自身が、60歳ぐらいになるまではですね、何かしろ活動をですね、ずっとやり続けてですね、まあ、兵庫県のためになれるようなことを、まあ、遂行していきたいと思っております。はい、なるほど。なんかもうちょっと具体的に兵庫県にどんな、なんか兵庫県にしたいとか、はい、こういう町になったらいいなっていう理想みたいなものありますか。まあ、そうですね、まあ、もう今から6年前に、はい、まあ、設立をさせていただいてですね、活動してるんですけど、まあ、当然初めてやった 時に考えてたこととですね、はい、まあ、その後1年2年3年とこう歴史を積み上げるにつれて、はい、まあ、できることも変わってきましてですね、まあ、とにかく、まあ、まあ、私自身が今48歳で、はい、もうどちらかというともうこう、まあ、年がいってるような方向になっているのでね、はい、まあ、自分自身がまあ50歳、55歳、60歳とこうなる中でですね、やはりこう兵庫県 の若い経営者の方とか、はい、まあ、まだ出会ってない方々にですね、一緒にこうビジネス交流ができるようなですね、はい、まあ、その母体となるようなね、会になればなということでしょうかね。いいですね、はい、うん、いろんな方がこう交流できて、はい、お互いにこう成長し合えるような場を作っていかれる、はい、ところなんですね。じゃあその、夢に向かって何か目標計画みたいなものがあったらお伺いできますか。はい、まあ、特にですね、HBSM 情報交流会では、はい、その外部にこう、まあ、きちんと発信できるようなですね、目標とか目的を掲げていないんです。はい、で、まあ、とにかくですね、現在実はもうすでに800社ほどのですね、皆さんと交流をですね6年間かけてさせていただきまして、はい、その都度その都度ですね、参加される皆さんのいわゆるその、まあ、不足点、まあ、100点、まあ、その 100% のいわゆる問題点を埋めることはできないんですけど、うん、まあ、各社さんが持っておられる、まあ、残り 5% ぐらいのですね、うん、不足点を、まあ、みんなで考えてですね、うん、まあ、いろいろとこう議論をしながら解決していこうということで、まあ、目標、小さな目標ですけど、うん、まあ、その一人一人の目標を達成するためにまあ頑張っています。うん、はい、なんかこの、モチーフのこのマークですよね、こちらの交流会のマークもすごいなんかそういう思いがこもってるなと思ったんですけれども、はい、うん、これもですね、はい、こちらに寄付いただいた、ね、これを使っていいよということで変えてくれた、まあ、デザイン会社の社長さんがいましてですね、はい、扇のマークになってるんですが、手元に集まった、まあ、さまざまな人々とか、はい、まあ、さまざまな情報が、うん、まあ、大きく幅広くですね、まあ、広がっていくようなイメージを、うん、ロゴマークにさせていただいてます。で、まあ、まあ、センスのこのここの辺あたりにですね、はい、さまざまな花とかですね、はい、いろんな思いがですね、まあ、大きくこう、まあ、大きく膨らんでいくようなこのイメージでロゴマークを製造していただいている次第ですね。はい、すごくいいですよね、このデザイン。はい、かっこいいですよね、なんか自然な感じでね。はい、はい、かわいいなと思って。はい、じゃあ実際にその日々の活動といいますか、はい、大事にされていることですとか、はい、っていうのはどんなことを今実践されていらっしゃいますか。はい、一応ですね、私どもも実は私自身も実は、まあ、当然本業 の事業がありましてですね、まあ、本業の事業を、まあ、きちんとこう営業活動をしながらも、はい、まあ、結果、まあ、この自身の仕事だけでなくてですね、まあ、兵庫県 の、まあ、こう社会貢献
できる会を目指したいということで、実はあのこの HBSM、まあ、SM という略はですね、あの兵庫ビジネスソリューションミーティングということで、はい、あの今は呼ばせていただいております、うん、はい、でかといってですね、あのこの会に例えば入会されるのに、あの入会金であるとかですね、あの年会費とかですね、会費をいただくわけじゃなくてですね、はい、あの会費の代わりに、あの各自が、あの、まあ、各自が持ってる情報とか、まあ、勉強したスキルなんかを持ち合いましてですね、はい、まあ、問題点も含めてですね、まあ、それを議論できる場をあのもうずっと提供していくことをあの目標にあの活動をさせていただいてます。はい、うん、ソリューションミーティングですもんね、はい、その問題解決できる場になるということですね。はい、うんうん、まあ、あの今までですね、あの実は累計で、はい、あの小さな会合を入れますとね、80回ぐらいは実はあの勉強会等をさせていただいてるんですが、はい、あのまあ、その都度、まあ、当然場所代とかですね、あの会費なんかも必要なんで、はい、あのそのお金だけを徴収させていただいて、余ったお金は実は全てあの子ども食堂に、はい、あの寄付させていただいてですね、あのもうお金は一切も残さずですね、あの情報だけを残して次につなげていくということで、まあ、頑張らせていただいてます。あ、はい、じゃあそれが指針といいますか、はい、うん、そうですね、まあ、あのみんな皆さんが応援いただいてるあの、まあ、要素になってることは間違いないと思いますね、はい、なるほど。なんかそもそもその、まあ、場を提供してみんなでこう問題解決してあのお互い発展してこの開いていくっていう、 こう夢をお持ちになったこうきっかけとかなんか出会いっていうものっていうのはあったんですか？はい、ですね、はい、まあ、当然あのまあ本業でね、うん、仕事しているだけではですね、はい、あのこういったことをやったらどうかとか、うん、まあ、やる方向には、まあ、あの普通はいかないですよね、はい、で私にも実はあの、まあ、先生という、まあ、人脈の先生というですね、うん、実はあのお世話になった先生がいましてですね、はい、まだ現役でおられますけど、はい、あのその先生が花田先生というんですけどね、うん、その実はあの花田先生の実は最初はこの花田の H を残そうということで、花田ビジネスソリューションミーティングということで立ち上がったんですが、はい、まあ、当然あの花田先生ご存じじゃない方もたくさん、まあ、参加されますのでね、はい、あの花田先生の方から、まあ、名前はちょっとルビーを消そうということであの今は兵庫ビジネスソリューションミーティングということであのやらせていただいているような次第です。うん、ですからまあその花田先生に、はい、あのまあ人脈の大切さといいますかね、あのやっぱこういうことやったらどうなのっていうきっかけをいただいたということが、まあ、私がこれをやるきっかけになった。はい、でもじゃあ実際こう6年間続けてこられるっていうなるその思いというか意思っていうのがあったと思うんですけども、なんかそういうそこまでなんかこうやっていこうってなるまでの思いというか何ですかね、衝撃とか何かあったんですか？まあ、あの今ちょっとコロナでね、はい、あの若干休憩気味なんですけど、はい、あのまあ、まずは最低目標ですね、あの1000社ぐらいはですね、あのこう会員の皆さんと交流したいなと、はい、で兵庫県内で、まあ、あの実務やっておられる方1000人の方とですね、きちんと交流すると、まあ、当然できないこともできるだろうということで、一応目標をですね、あの第1回目の会合の時から目標会員数1000社ということで目標を掲げてきましたんで、あのまだ現在800社なんで、あのそれまではとにかくまあ頑張ってやろうということであの考えてます。はい、でまたあのこの戦車と見ましたけども、この回はあの SNS とか Facebook で一切案内してませんで、はい、あの実務を持ってですね、うん、出会った方で実際まあその HBSM にあのこう何かしらこうあの情報のやり取りをですね求められている方のみだけにご案内させていただいてますので、うん、あのそういう意味ではあの戦車っていうのはですね、まあ、今の時代でしたら客観的に見るとですね、うん、あの戦車ぐらいと。まあ、思われる方もおられるかもしれませんが、はい、まあ、きちんとやり取りできるやってる方々を1000社、まあ、集めてやろうということでやらせていただいています。はい、なるほど。その宮坂さんの中で、花田先生との出会いのその衝撃みたいなところを具体的にちょっとエピソードがあればお伺いしたいです。まあ、まあ、これもね実はあの、はい、同年代の同じ年のですね、はい、あのこの会の発起人になっておられる、うん、あの竹原さんという
ね、竹原物産さんというね、はい、淡路の玉ねぎをあの、ね、なり合いされてる方なんですけど、はい、まあ、その方との、まあ、出会いが、まあ、結局花田先生との、まあ、出会いのきっかけになったわけなんですね。うん、で、まあ、あのご紹介いただけるというか、この、まあ、つながる、その術つなぎでですね、はい、あのつながる方との人間の関わり合いによってですね、まあ、結局素直にですね、あのこういうことをやっていこうということで、あの、まあ、竹原さんとあの覚悟を決めて最初に、まあ、あのスタートしたと。え、初めて花先生とお会いした時にそういう話になったんですか？はい、いや違う、なってないですね。はい、もともとは竹原さんが、はい、花田先生というすごい人がおるから、はい、あの一緒にこうなんか食事でもしませんかということで、まあ、小さくこう花田先生がの望まれるですね、はい、あのまあ、いわゆる勉強会みたいなものをですね、何回かやってたわけなんですね。はい、でそれを、まあ、あの花田先生の方から、まあ、宮坂君ちょっとあんた事務局でもやってね、やったらどうなのということで機会をいただいて、あのこういう形でやらせていただいたと、はい、いうことです。なんかその花田先生とお会いする前と後でこう宮坂さんのこう人との関係だったりとか、うんうん、何かこうつながり方とかっていうことの違いっていうのが何かあったんですか？まあ、あの当然、はい、あのそのや、まあ、あったからこれだけ6年間頑張ってきたわけなんですけど、うんうん、はい、あのまあ、結局のところですね、あの今のこの社会、普通に生きてる社会ではですね、はい、本来ビジネスに必要な、まあ、人脈作りとか、またあのこう情報作りとかですね、あのなかなかこうできにくい、ね、あのできそうでサラリーマンにはできにくい、あの時代なわけなんですね。で昔から実はあの人、物、お金、そしてまあ最近でした情報っていうね、この4つのカテゴリーのことについて、あのやっぱりこうビジネスやっていく上で必要であることは、まあ当然分かってる話なんですけど、まあ、あのなかなかこの人脈作りっていうことに対しては普段の営業活動だけではできないものですから、まあ、ちょっと改めてこの人脈の大切さっていうことを、まあ、このあえてこう議題をいただけたことがですね、あのまあもともと必要やと思ってたちょうどいいタイミングにですね、あのまあ成し得ることができたというんですかね。はい、ですから、まあ、結果、まあ、あのその時をきっかけに、はい、あのまあ、人脈の会っていう別カテゴリー の、 あの会を作ることができたことが、まあ、あのこう何よりも人脈を中心にした会なんで、まあ、これをやらせていただけたことが良かったことかな。まあ、相当な影響を受けたんでしょうね。はい、でもそのじゃあ宮坂さんの中ではその花先生にお会いするまでにいろんなそういう人脈に関してのこう疑問というかそういう思いがあってっていうのがあるんですね。はい、うん、まあ、あの当然ね、あの800社ね、あの6年間であの、はい、後から出会6年前から出会ってる人脈の方が多いんで、はい、あのまあ、ただ問題なのはですね、うん、あの人脈というてもですね、はい、まあ、例えば私でしたらお客様がいて、うん、そのお客様に物をまあ販売して買ってもらうっていうお客様であったりとか、はい、もしくは逆に私がその人からサービスを提供を受けて、うん、まあ、買う側、はい、まあ、比較的一方通行の人脈が多かったですよね。でそれがどっちかってことですか？そうなんです、はいはい、そうで、それがまあこの HBSM 情報交流会というものを立ち上げて、自身もこの人脈の成り立ちみたいなものをね、勉強したことによって、はい、まあ、一方通行だけではダメ、ね、やはりこうあの双方にお役に立てて、でまたそのお役に立てる、まあ、立ち方みたいなものも、まあ、勉強していかなければいけないという、まあこの一つの自分 の、 あのテーマが出来上がったんじゃないかなと思いますね。こういろんな方とたくさんの方とこうお会いしていると思うんですけども、そこでこう今思っている宮坂さんのその何ですかね、もともと根底にある思いというか何ですか、問題意識というかテーマというか、あ、なんか半信半疑のお話が聞きたかったですね。そうそう、はい、あの座右の銘はね、はい、宮坂さん何ですかと、うん、こう若い時からよく、まあ、こういうことやってるんでね、うん、聞かれることが多かったんですけど、はい、座右の銘っていうのは思い浮かばなかったわけなんですね。うん、で実際的に座右の銘って何なのかなっていうことをずっと自分のこう今までの在り方みたいなものをね、うん、
考えていくと、あのどうも私の座右の銘は半信半疑なんかなと、ね、っていうところにたどり着きまして、はい、でまあ半信半疑っていうとね、まあ、半分信じて半分疑うということなんで、あんまりこうなんか人間としてどうなのっていうような、ね、雰囲気もありがちなんですけど、まあ、僕の言う半信半疑っていうのは、あのまあその礼儀のいわゆるその相手とのやり取りをする上でね、あのその礼儀の自分自身の基本みたいなものを実は自分に言い聞かしているような意味合いを込めてまして、まあ結果まああのいろんな人の相談事であるとか、あのいろんなこう悩みも含めてですね、あの情報を受けたまってやり取りする立場をさせていただいてますから、まあとにかく相手にずっぽりはまっていくわけでもなく、またあのそういうワードも言いながらもしっかりはまりながらもみたいなところでですね、あのとにかくまあハンドリングができるようにですね、まあ相手とのやり取りの中できちんと相手との線を引いてですね、ここまではあのきちんとやるけど、ここから先はあのまあ一回そっちは考えてねみたいな、あのこうどういうんかな、こうまあそれは礼儀なんですよ。あのやっぱりこう言い過ぎるのもやり過ぎるのもあの話を壊してしまうので、やっぱりあのやり手の思いっていうのもありますからね、うん、まあその自分自身はあのまあとにかく半分半分の精神みたいなところで半信半疑とちょっと説明が下手やね、難しいですね、なんか難しいね。でも半信半疑がこう中心にテーマでお仕事してますとか、なんかこう人脈とか関係作ってますっていうのもなかなかあまり聞かないお話なんで、まあ、そうですね、そう、まあ、実際関わった人はね、はい、あなるほどねってね、あの言ってくれる人が多いですよね。あ、うん、やっぱそ あの宮坂さんはいろいろ相談には乗るけども、うんうん、あんまりこう僕自身のがみたいなとかね、信念みたいなのをいちいちこう相手に説明あえて追いかぶしてしませんから、かかしないんで、うん、あのそれはやっぱりこうあの相手かといって相手の話にがっつりのめり込んでね、あのやると相談にならないんで、うんうん、やっぱ常に自分 あのことやと思ってあのまあ勉強すると言ったけど、まあ疑ってかかるというのかな、あのそういうことで、まあ、あの半信半疑、はい、だから相手の思いとか立場も分かりながら客観的な視点というかアドバイスをしたりとかっていう、うん、どっちもこう、うん、まあそうですね、まあ、あの綺麗に言ったらそんな話なんですけど、はい、あのまあ自分自身がちょっとこう余分なぐらいね、はい、あの人にこうやりすぎたりとか、うん、こう意見を言い過ぎてしまう傾向があるから、まあ結局まあまあそうそう、だから結局まあ自分の側みたいなものを抑えるための自分に対する戒めかな、うん、だから半分相手のことも信じて半分は疑ってかかるっていうね、うん、そう、またもっと英語とかだったら募集してますなんか当てはまる単語があったらいいですよね。なんかそのじゃあもともとはそのこう言い過ぎちゃったりとか、うん、ちゃうっていうことは、ね、結構じゃあ思いが強いというか、うん、まああのまあその別れの至りというかね、はい、やっぱこう相手のことを考えずに、あの自分の考えだけでですね、相手のことをいろいろ言ってしまうっていう、まあ時もあったかもしれませんね。うん、まあ最近は全くないですけど、ね、はい、そこがすごい変わったところ、ね、はい、まあ、あの勉強、まあ、いろんな人と出会っていろんな人と交流をすることによって自分自身に完全に欠けてた部分、うん、あの正しかったらいいっていうわけでもないっていうね、うん、まあ、勉強させていただいた部分です。はい、そのただこう主義主張みたいなことってなかなか言わない人が多いと思うんですけど、それをこう言っていくっていうのはどういう背景からなんかそうなったとかありますか？え、どういうこと？あの主義主張を思ってても言わない人って多いと思うんですよ、うん、でもそれをガンガン言うっていうのって、うん、若い時に言ってたわけじゃないですか。あ、若い時にね、はい、うん、まあそれは分かってないのに分かったふりしてたからでしょうね。あ、うん、だからまあ根本的にはあのこう話を聞くっていうのにも、うん、あの聞く姿勢みたいなものがやっぱり必要で、はい、あのやっぱりこう私はこれ HBSM 情報交流会っていう、うん、自分自身がまあ、会の代表ということでね、やらせていただいてるんで、やっぱりこうみんなあの期待、ある程度の期待とかさ、あのほんまに困った人も中にはおられるしね、まあ、その問題点をその言うたら解決するっていうのはそんな
簡単ではないということを、まあ、自分自身やっと今分かったっていうだけで、若い時はやっぱりこう分かってなかったんやと思いますよ。はい、なんか宮坂さんのお話でこうその時はそれが正しくても、うん、後になってみたらそれが失敗だったみたいなこととか、まあ ね、その逆とかもあるっていうのをなんかすごい印象的だったんですけど、はい、まああのやっぱ人生にはね物差しみたいなものがあって、はい、あの当然あのこう物さ自分の物差しがあの長ければ長いほどねあのやっぱりいい結果が出る、ね、まああのまあ人に言わせれば結論先延ばしみたいな表現になっちゃうんですけど、やっぱこうまああの本来の結論っていうのはやっぱり最後に出るから、やっぱそのほんまの結論っていうものは先延ばしで、とにかくまあ今できることの結論はきちんとつけながらやっていくと、うん、ですからまああのやっぱり人生って人生というかまあこの人とのやり取りっていうのはね、あのやっぱりあのまあ普通に良かった人があの5年後ぐらいにもっと良くなるかもしれないしね、でまたあのまあ究極論言うとあの今回僕が相談に乗って一緒に何かした人がですね将来僕の相談に乗ってくれるかもしれないわけじゃないですか、はい、だからまああのその結論っていうのはねやっぱりやり取りの結論っていうのはもう一生出ないそうだからずっとまああの長い目でね物差しを長く持ってまあ許していくというかねあのもうとにかくまあ理解納得していくことじゃないかなと思いますね、はい、ちょっと宮坂さんがちっちゃい時はどんなだったのかなっていうのが気になったんですけど小さい時はね、はい、もうどんなだったのかなって言われるとちょっと質問に困るんですけど、でもなんかこう疑問とか質問が多かったみたいなことをおっしゃってたんで、ですね、あのまあ小さい時はね、はい、あの正直なところですね、あのそのまあ分かってないっていう、まあ、ことにも自信がないし、あの分かってるっていうことにも自信がない、うん、だからまあ簡単に言ったら自信のない子をやったかもしれないですね。で今もあの自信はないんですよ。あの自信がないからその疑問を持ってあの結局相手と接したりとか、ものはほんまにこれはこういうことを言いたかったのかなとか言ってこういろんなことをこう考えながらね、あのこう理解をしようとするわけなんですけど、まあ子供の頃はまああの自然にと言ったらあれけどそのビジネスチックじゃないんで、まあ基本的に人とのやり取りの中でね、あのやっぱこう自分自身があの浮いてるんじゃないかとかね、あのそういうところに関してはまああの子供の時はよく考えましたよね、うん、なんかそこも半信半疑につながってるんですかね。まああの人生半信半疑らしいみたいなんでそう、まああのそのまあ親何の足しにもならない半信半疑やけどね、子供の時の半信半疑はね、うん、そうなのかなと思いますね。そうですね、だからなんかその半信半疑とか疑問っていうのがずっとこう持ち続けてそこをこう追求して改善してっていうのを繰り返してきてるから、やっぱりいろんな方のこう気持ちが分かったりとか相談に乗ったりとかっていうことにもつながってるのかなっていうふうに、まあですね、まあ、はい、あのまあまだまだできてないですけどねあの本当にね人の相談に乗るってねあの目線を合わすっていうのはちょっと変なあのね、なんかへりくだったような雰囲気もあるかもしれませんけど、まあ、とにかくあのこの相手と目線を合わせてですね、あのこう話し合いをするっていうのはやっぱ簡単ではないんだよね。そうで、やっぱ現在もあのやっぱり現在も勉強中ですよね。でまたあの相談に来ていただいたりとか実際のとこ、まあ、あの僕が相談することかってあんねんけど、あの解決できない問題かってあるからね、あるんで、だからそれをどうするかっていうのを、まあ、継続的にね、あのこう改善できるような、あの集まりさえ作っておればね、でまたあの僕が解決できなくても僕たちの仲間があのそれを解決できるかもしれないんでね、だからまあコミュニティっていうのはそういう場所でありたいなって思いますよね。いや、そのお話をやっぱり人の話聞くってすごく奥が深いというか難しいことだと思うんですけれども、うん、それをこう言えるっていうのもすごいなって思いました。まあね、うん、はい、未開拓というとあれやけどね現在勉強中ですね、はい、まさにもう人ってもういろんな方がいらっしゃいますし、宮坂さんみたいにこんなにたくさんの人と出会ってる方でもやっぱりまだまだこういろんな人との交流っていうのがこう勉強中っていうのがすごく、いや本当にね、はい、まあ、ありがたいですね。うーん、
じゃあ最後にですね、はい、見ている方にメッセージがあればどうぞ。はい、はい、ですね。まあ、HBSM 情報交流会、はい、兵庫県のですね、活動を、まあ、とにかく頑張っていこうということで頑張ってます。で、SNS とか Facebook で案内はしておりませんが、ご参加いただいたりとかですね、何かこうビジネスに関係するまた兵庫県の社会貢献のこととかですねありましたら、それはどんどん受付させていただきますので、検索いただきましてですね、ご連絡いただけたらと思いますね。はい、はいはい、じゃあ今日は宮坂のお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。